はい、こんにちは、日本改革党靴沢です。龍斗様、馬場様、田中理事長様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。1月21日土曜日17時、池袋メール党員様限定新年会、ご応募は党員メールからよろしくお願いいたします。まだ空いております。定員まだ空いております。よろしく、ご参加ください。コラボ令和3年度収入が、秘密でも何でもなく発表されてるんですけど、受取助成金4600万円、助成金ですから、赤羽募金、あたりから来てるもんでしょうか。事業収益金4400万、何の商売やってんだこれ、何の商売やってんだ。事業収益には税金かかんねえの？法人税。一般社団法人だけど、例えば宗教法人であるお寺さんには税金かかりませんけれども、例えばお寺さんが余った土地を利用して駐車場の商売とかやってたりなんかしますと、そこの収益には税金がかかるんですよね。だからその本来の宗教事業以外の事業での収益には法人税がかかるんですけど、コラボから納税徴税したって話聞かねえから、事業収益金4400万円に課税しないのはおかしいんじゃないでしょうか。委託事業費2600万円、都税ですね。休眠預金活用基金1億円、これ困難女性にですね、シェルター作んだみたいな名目で引っ張ってきました。寄付金6900万円、こっちも集めてんね、寄付呼びかけてね、すげえなあ。1年で6900万円ってことは1日20万円の寄付が全国からわんさわんさと入ってくるってことなんでしょうか。すげえなあ。と判明。このうち監査でですね、帳簿再提出、領収書足りないってダメ出し食らったのは都の委託事業費2600万円分のみであります。後の金はどこに消えてんのか全くの闇、なんで課税されないのっていうのも全くの闇。これだもん、共産や立憲がですねやかましくジェンダージェンダーって言ってるわけだな。金のなる木だもんな。ジェンダージェンダー、女性は差別されていて困っているっていう前提設定じゃないとコラボみたいな団体、存在意義ないですもんね。都の委託事業料今年は4500万に増えて、それが通っちゃってんですね実は。それを監査請求するのは事業が終わった4月になってから3月末までの分として4500万円、都から金いってますから、それを監査するのは4月になってますね。合理的に説明できるような帳簿を要求されていたが、さてどんな結果になるんでしょうか。今年の4500万円の監査はどうなるんでしょうか。合理的って何ですか。聞いてきそうな勢いで頭悪いんですけど、コラボの連中、そもそも帳簿作ってないって話もちらっと聞きましたよ。とある議員さんからね。赤羽募金事業、韓国の家庭料理を作りましょう。これ上の方に赤羽、募金事業って書いてありますね。ネットの話、ふざけんな、金返す。赤の羽共同募金、あいつらは恵まれないかわいそうな人たちなのか。募金がさらに減るな、こりゃ。呆れられて減る。もう払うのやめるわ。本当に赤の羽だったな。二度と募金しねえ。もう募金と名の付くものに金出すのやめるわ。マジで金返してほしい。なんでただの料理教室に募金が使われんだ、ボケ。本当だね。恵まれない困ってる人たちに行くんですって、なんで韓国料理教室にその金行くんだって話なんですけど、そんだったらね、普通の料理教室にも行かないとおかしいんだよな。全部の料理教室に金行ってますって言うんだったら、無差別ってことで、差別ないですけれども、なんでだってね、近所にですね、私の近所に韓国語教室の
張り紙やってですね、おかげさまで10周年とか書いてありまして、どう考えてもそんなに生徒いるはずないんだが、10年も持つなんて思えないんですけど、こういうとこにも赤羽募金のお金流れてませんかね。赤羽募金の歌い文句、恵まれない困ってる人たちには全然金回ってないんじゃないのこれ。是正されてないんじゃないの。こんなんじゃね、募金って名がつくもの全部疑われても仕方ないっすよね。24時間テレビとかさ、何億円集まりましたなんて誇らしげにやってるけど、あれだって怪しいもんだって話。赤羽本部が言い訳声明、コラボに2680万円、パップスに2700万円あげたのは募金の方からじゃなくて、赤い羽福祉基金の方からだったからセーフみたいなことを声明しておりました。ネットなんです。募金は使ってないってことだったら福祉基金は誰の金なの。基金は平成28年度創設なんだが、そもそもどっから金持ってきた。元は募金の金じゃないの。学校の金じゃないってことらしいが、不信感は変わらん。合計で5380万円かい。全く政府ではないけん。あなたの寄付した金じゃないと言いたいみたいだが、同じ団体から出てる金なんだから、なるほどとはならない。基金の元になったのは結局は募金で集めた金だろうが、弱者支援といえばどんな使い方も許されると思ってるようだが、そうはいくかい。どんどんバレてくな。芋づる式っていうか、地引き網みたい。募金を原資として平成28年に創設された基金の方から出してから政府って頭おかしいのかお前ら。言い訳にしてももうちょっと工夫しろバカってもんですけども、バカな言い訳にしてもですね、赤羽自身がですね、これは正当、俺は間違ってないって声明を出してしまったと、そういう結果になりました。これでもうですね、後から手違いで出しちゃいました。誤解して出しちゃいました。騙されて出しちゃいました。今後の言い訳不可能になりましたね。俺は間違ってねって言っちゃったんだからさ。なんか現地ってやつ今回取れました。赤羽はコラボやパップスと運命を共にする覚悟を決めたのかな、それとも脊髄反射で口答えなのかな。頭の悪いパヨのことなんで脊髄反射の方っぽいですけど、てっきりコラボはですね、爆破してトカゲの尻尾切りして代表は自宅で発見されて罪を全部押し付けられてっていうのをという展開を予想してましたが、下っ端共産党議員がですね、コラボと連帯って宣言してすぐ消して、総力戦でですね、コラボを守れ、指令が出たのかもしれませんね。もしかするとね、パップスとコラボ以外にもボンドという団体がありまして、やっぱり困難女性支援事業らしいんですけど、赤羽募金でめっちゃ化粧品配ってました。赤い羽募金の使い道としてボンドプロジェクト、化粧品配布298万円どうせこれもですね、韓国コスメかなんかなのでは。領収書の相場って1割なんだって。つまりですね、298万円分領収書ちょうだい、30万円あげるからっていうこともできる。そして領収書出す方はそんだけ売り上げがあったことにする。そうすると当然税金取られるから30万円で補填する。それで補填できない場合はですね、いや50万出してくださいよ、言う。で298万円の領収書もらった側はですね、差し引き248万円を設けられる。ポッポないないできるという、それのスキームかな。ネットの話、めちゃくちゃ化粧品配っとるかな。化粧品に298万円何これ。なんで赤い羽が化粧品を。化粧品も中古市場が市場があるしな。配布した後中古で売ってもいいわけだ、メルカリで全部。令和2年16万円3年298万円めっちゃ増えてる。一つ1000円の化粧品なら年間3000個配布。ドラッグストア並みやな。俺の募金が化粧品になってるとは知らんかったわ。基金だから政府みたいな声明出してるのに、ボンドには募金から出しているのくさ。まあ募金事業ってことね。ボンドの事務所家賃は年間1200万円。そうなんだ。月100万円なんだ。
えらいとこにあんなや。もう化粧品の店出した方がいいんじゃねレベル。困窮者20人に配った化粧品の総額が800万円は土下座説明が必要なレベル。一人当たり40万円の化粧品って一体、いいかね。化粧品はなかったんだよ。これ化粧品が実際に配られたかどうかも分かんないですね。領収書さえあれば、その領収書もないかもしれない。コラボの例でいくと、領収書なかった、出さなかった、化粧品配りました名目で現金搾取してんのかもしれないな。2年から3年にかけて大幅に増えたのは化粧品スキームがいけるなこれってなったからでしょうね。1人40万円分の化粧品ってわけわかんないな。それは1つ3万円のクリームとかあるだろうけど、それって困難女性に配るのにふさわしいものなのか。全部嘘さ、そんなもんさ。頭の中にね、こんなメロディーが流れちゃいますよ。まだまだ謎が多いですね。赤羽募金とコラボパップス、ボンド、若草プロジェクト。あとね、全国の委託事業全部見直した方がいいんじゃないですかね。委託事業。委託事業っていうことは下請けに出した事業っていうことで、本来は都や市や県がやるべき事業ですよね。で、県や都や市、自治体がやるまでもねえかこんなのっていうのを出してんだけど、本当にやってるかどうか全部チェックした方がいいのでは。したらね、そもそも委託事業って必要が、こんだけ金出してあんまし効果上がってねえなっていうことになって、減税っていうか、減税しながら防衛強化も可能なかもしれないですね。こういうですね、わけのわからない税金の闇が是正されないと、到底増税に賛成できない。つうか、むしろ減税しろって。アニメでですね、今期のアニメでですね、異世界に行っちゃったみたいな話がですね、まあ、5個ぐらいありますよ。斉藤さんだの、au 王だの、あとなんだ、まあまあ5個ぐらいあるんですよ。これ今の日本があまりの重税で閉塞感、もう押しつぶされそうで、ああもう違うとこ行きたいってなってっから、そういうのになってんじゃねえのか、そういう傾向になってんじゃねえのか、って私昨日夕べ斉藤さんを見ながらパッと思ったんですけれども、新潟テレビ局報道、立憲と共産党議員や市民約100名が防衛強化とミサイル取得反対集会開きました。ネットの話、立憲と共産が反対するなら正解、日本が強くなったら困る人たち、いつもの市民団体、実数は10人ぐらいか、反対するだけが目的の連中、外国と話し合いでって言ってるが決して話し合いには応じない連中、悔しそうで何よりと、防衛強化による増税を反対じゃなくて、防衛強化そのものに反対する外観誘致主義者の皆さんですね。トマホーク取得反対の意味がわかんない。反撃できなきゃね、敵ミサイル基地を攻撃できなかったら、ゆっくり落ち着いてね、敵はゆっくり落ち着いて狙いを定め、手持ちのミサイルが尽きるまで、まったりと攻撃されちゃいますね。したら被害大きくなりますよね。100人程度でも新潟テレビは放送するんだ。都内でも総掛かりの連中が同じお題で散々やってますよ。情報ありました。画像提供ありました。年末11月20日、日比谷野音集会から国会に向けたデモが開催されました。まだまだ現役でデモの先頭に立つ文と高田健78歳。黒幕のくせに出すぎなんだよ、おめえはよーって。伊豆まで、主役で、目立ってるつもりだ。高田の後任の後継者、総掛かりを今後仕切る、八王子を拠点とする活動家の菱山直子。その他、関わったら負けのやべえ人たちがこちらでいます。いろんな上りが立っておりますけど、なんかね、漂う陽気と怨念、地獄の集会がつる。まだまだありますよ。こいつら、メール党員さんには、この画像はメールで送りますんで、関わってはいけない団体名を覚えておいてください。地表とか、
放送団とかそんなやつの名前が多いであります。あと婦人を盾にした新婦人の会とか、ママクラブとかこんなのも全然怪しいですね。ここら辺陽気漂ってますね。これは地表の車、夜中の国会周辺なんか誰もいないのにご苦労なこったよな、年末の生存確認集会かな、飽きもせずようやるわって思うんですけど、政治活動じゃなくてこれひょっとしてあの宗教行事修行なのかな、誰もいねえとこで暗く、陽気を漂わせながら更新するっつ修行なのか、いくら修行してもですね、あの小山を人民軍に差し出そうとしてるこいつらは到底天国には行けません。暗くて冷たいとこにいずれ行くと思います。まあ私のあの予想ですけれどもね。というわけで、メール党員さん大募集であります。立候補してくださる支部長さんも大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご応募ご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。